地図天元台高原は、山形県米沢尻山天元台にある高原。標高1300メートルの位置にあり、日本百名山の一つ、あず山の登山口でもある。天元台は、もともとあった地名ではなく、昭和40年代にこの地が開発されるにあたって、当時の米沢市長により命名された。天元とは、囲碁用語で語番の中心のことであり、天じて、 世界の中心という意味である。ふもとの白根の温泉から西安摩ロープウェイで10分ほどの場所に位置する。車では急瞬で危険な砂利道を走ることになるため、業者以外はロープウェイ乗り場となる白根の湯元駅に車を止めて向かうのが一般的だ。天元大高原からはさらに3台のリフトで北防台まで上がることができる。秘湯中の秘湯と呼ばれる。 太平温泉から登山道で向かうこともできる。本格的なあずま登山やあずま連山の重層に向かう登山家だけではなく北防台を起点に出現などを散策するトレッキングコースとして全国的に人気がある。バンダイ高原空撮画像。右下にトスキー場ゲレンデがある2007年8月26日撮影山形県随一の積雪量を誇る。 天元大高原スキー場がある。最も高い北防台で標高1820メートルにあり、ここから最長6キロメートルのコースを滑り降りる。リフト数は少ないが3本すべてが縦に連なっているため長いコースになっている。スキー場山頂から下りのロープウェイを使用せずに白根の湯元駅までを滑り降りるのが最長コースとなっている。湯の平らコースはほとんど使用できない。 冬季営業は通常11月中旬から5月上旬までである。雪のない夏もグラススキー場としてゲレンデが開放されており、ヒュッてアルブ天元台も営業している。スキー場山頂からは天気が良ければガス山や長海山、座王などを望むことができる。また、ロープウェイの天元台高原駅の出口正面には小さな神社がある。雪室は上々であり、 アルペンスキー大会、スノーボード大会が多く開催されており、歴史あるスキー教室でも有名である。SAJ のスキースクールではバッジテストなどを行っていて、ロープウェイの白根の湯本駅には、天元大高原スキー場でバッジテスト1級を取得した者の,の名前が書かれた板が掛けられている。かつては1963年7月設立の 山形交通や日本交通公社のほか、山形県や米沢市の出資した第三セクター、天元台が経営していたが、現在は事業を、米沢市主体で新たに発足した第三セクター、西あずロープウェイに、譲渡されている。天元台高原駅から、麓のバス停白布温泉駅のあたりまでの最大傾斜角42度のコースが過去にあったが、現在は使用できない。 米沢市を中心とする大玉地方の帰還放送中継局となる米沢中継局はこれまで米沢市南港の笹の山に設置されていたが地上デジタルテレビジョン放送の開始にあたってはその中継局を天元台高原に設置した大玉地方の広範囲に電波を発射する必要があったことと笹の山からはチベット欧進局を直接見通すことができないため この場所が選定されたと言われている。アナログとデジタルで送信場所が変わるため、主に米沢市内ではデジタル受信時にアンテナの新規設置、もしくはアンテナの方向調整が必要な世帯もある。天元大高原の北端に中継局が林立しており、ロープウェイ乗り場から遊歩道が整備され、野花をめでながら散策することができる。なお、 地上アナログテレビジョン放送の終了後も NHK 山形 FM と FM 山形の米沢中継局は当地の北側にある笹の山で変更はない。一般的にデジタル放送の空中線電力はアナログ UHF 放送の映像出力の1、10に設定されるが当局は 100W と高めになっているよって事実上の増力となり、 受信可能世帯数もアナログ米沢中継局に比べて約1.5倍に拡大した。東三福の白馬の騎士2010年5月 AB 会社概要ご挨拶天元大公言2019年11月閲覧米沢天元大スキー場経営会社が撤退を表明ぶり上げ現象で来年9月に読売新聞山形版2001年11月21日 アナログ放送換算で 1kW。ありがとうございます。